ゃあもう終了ですね。いやいや嘘でしょ、今の勝負じゃない。あ出た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 、どっちも喋らないっていうね。どっちもね待ってたいきなりグイグイ来るな。下手くそか、下手くそでしたね。エロマスクやったただの。いや、イエーイ、あたりー。わ、すごい。あ、レインボー。おー、でも仲良く2人で当たりました。あー、よかった。とても良い。あ、誰それ。あの、誰、待って、たまちゃんみたいなやつ。F 丸くんとかじゃなくて？違う、F 丸くん最悪、一番言っちゃいけないですよ、ほんとに。これは何くんになるんですかね。あ、折ってる、まだ折ってる。あ、たまちゃん、俺も見たいな、たまちゃん。たまちゃん出てくるんだな。まだ当たってないですよね。いや、もうこれ当たるやつでも多分当たるやつですから。あー、ですもんね。はい、それ当たったらね、また2000発でしょ。そうです、そうです、そうです。早いですよ、本当に。あ、これで減らすんだ、体力。うん。ファイナルジャッジメント。まあ、これで最終的に全部減らせるんだろうな、何か。はいはい、もう、これ構えとこう。多分これですよ。キャノン出てきますから、キャノンが。うわー、風やば。来る？キャノン。あ、キャノンじゃなかった、レンタだった。ちゃうんかい。違いました、予想を外れました。ダメでした、連打。でもこれはいける、ありがとうございます。たまちゃんパワー。あ、待ったね、たまちゃんレインボーだったからね。さすがにですよ。完全勝利だわ。同じ演出ですね。あ、本当ですか。まあまあここはね、うん、保証分なんで、うん、デフォなんでね、今保証分を消化してますから。いやー、いいっすね。やっぱ当たったら全部その超大当たりっていうのが、はあ、めちゃくちゃいいんですよ。そうですね、大好き、こういう台を求めてた。あるじゃないですか、振り分け。そう、これね、安心するよ、ね、怖いんですよね、うん、こういろんな超える壁があるじゃないですか、うん、当てた後もあるんかいみたいな振り分けで、なんかラウンドがそっから、ね、ない方かいみたいなとかで、また行くんかいみたいな。それがなくて全部オール2000発エコもらえちゃうっていうのがやっぱいいところですよね、うん、17% 引いたときはどうなるんですかね。 17% 引いたら多分やさぐれます、私も。いやー、 17% 引いたわって、バーッつって、タバコもバーッつってイメージは悪い。いや、でもなかなかやっぱりね、さすが 80% 超えって思いますね、うん、突破率も。突入率83っていいな。あ、一番好きなのは私エアーでしたわ。ああ、エア。確かに。あ、もうこれ、あ、当たった。え、早い、早い、早い。え、そこからもうあれないですもんね、保証じゃないですもんね。え、こっからここまでは当たる。ここまで保証か。ここまでは当たるんですね。なんだ、じゃあ私ももう一回までが保証だ。ここまでは展示会用の演出のやつですね。あ、じゃあこっからですよね、この辺り消化後からが勝負。さあ、こっから。限界突破。あれ？これ限界突破って書いてあるから、ああ、そうか、じゃあもう保留内で当たってたんですね。ほら、すぐそこにある幸せ、ありがとうございます。え、マジで？えって、いや、私はほらもう、あ、ほらほら、たまちゃんと一緒に出てかわいいわ、この演出。もうみんな祝福してくれて、五右衛門だけはちょっとすごい渋い顔だけど、あ、最後おめでとう、おめでとう係だった。いや、かわいい、かわいい、みんなおめでとう言ってくれるんだね。でもね、最終的におめでとう全開でみたいな感じでね。あ、やめなさい、だからさっきからさっきからね、はいはい、ちょいちょい出てくるけど、まあでもそうですね、すごい、おめでとうってみんなが言ってくれるんですね。いや、いいですね、ちょっと気分いいわ、やっぱりいいですね。あそこ、じゃああの状態の画面がもう出てきたら、まあ保留内に当たりがありますよって状態なんですね。チャンスかな、これ。おお、早く私の高みへ登ってきてくださいよ。こちら側へ。なんだろう、なんかちょっと腹立つな。
なんでだろう。一回私の方が早く当たっているので。あ、罰ゲーム考えてなかったですね、そういえば。罰ゲームどうしますか。罰ゲームのうーダメだった以上、ほら、罰ゲームはあーしコーヒーを一気飲みしよう、冷たいやつ。結構みんなやるやん、夏とかみんなやるやつやん。あ、そう、やりがちよ。あ、じゃあ、はいはい、モノマネやりましょう、はい、じゃあモノマネにしましょう。わかりましたよ。はい、一番得意なルパンのキャラで、ルパンのキャラのモノマネ、はい、それにしましょう。なんかこれやべえな。いや、残り26って書いてるんですよ。これをこれまでに当てないと、当てないとって話じゃないですか。多分ダメっすね。やべえやべえよ。だって私は早い当たりのやつも勝ったんで。ああ、そうや。2個やってもらうことになるかもしれないです、もしかしたら。ええー、2キャラ2キャラ分2キャラ分を。あ、はい、ファイナルで、ああ、やばい、これでいかなかったらまずいですね。もうどうだろう、モノマネ大会が開催されるの か, マジか、どうだ、回避できるのか。うお、連打。あ、すいません、もう一回セットしてもらっていいですか、ね、おいズルはダメです。ずっこいのダメですよ、ずっこいのは。うわ、マジか。あ、でもああやって終わるんですね、結局ね。そうですね、最後ファイナルチャンスみたいなのがあってっていうことですね、じゃあ。うん、あ、あ、見た見た、余裕余裕の 71.5%。 もう簡単、あの速当たりいいね、速当たりマジ気持ちいいです。あー、はい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 、準備します、行きます。おおめちゃめちゃどうやってくんな。広島のどやり。広島女子がめちゃめちゃどやる。すいません、マモーと仲良しなんで私も。あ、そうですか、はい、ほら、マブダチ。あ、早いな、でも。はい、めちゃくちゃ早かったです。まあ、バトル経緯も面白いんですけど、やっぱ速当たり気持ちいいですね、うん、風が来て、振動が来て。ちょっと悔しいから、ちょっと打とうかな。もう一回ね。確かに。じゃあお話しながら待ちましょう。あ、じゃあちょっと外出たきますね。おい極力仕事以外では関わらねえスタンスやめろ。マジで。正面に座りますよ。ごめんなさい。じゃあ画面はあんまり見せないもん。あっ、あ、いや、すごいでしょ、こっからすごいでしょ、はぁ、映画館でしょ、やばい、え、めっちゃ面白い。あ、いろんなとこから撃たれてるわ、今バン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 って。うーん、嫌な笑い声。もう、すごいわ、出した時もそうだったんですよ、すごくて音が。ダメでしょこんなの。え、私こっからもう移動できないよ。おもろい。え、マジやばいこれ。いや、打たないとは、なんか音を出してちゃんと体感しないとわかんない。うん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 、うわ、もったいない。あの、今まではなんだろう、エアーとここだけで確かに楽しかったんですよ。 でも多分あれに音響加わったらやばいっすね、うん、いや、面白い、いや、映画館よ、てかアトラクションですよ、もう。そうですよ、本当にアトラクション、ね、臨場感すごいでしょ。臨場感やばい、さっきのマモーがもう、うん、この辺からね、そこら辺マモーがね、全部にマモーいたもん、うん、この辺にもこの辺にもいた。いや、すげー、うわー、感動した。これ流行るな、これ私流行ってほしいよ、これは。マジで。でも よく作りましたよね、か、なんかこう考えてらっしゃるっていうかね。いや、すごいと思います、本当にすごい、面白い。だからなんかパチンコもね、ちょっと楽しみなんですよね、これからね。うん、いろんな台出るもんな。 U タイムないんですけどね。まあまあ、それ以外の楽しみがすごい。ない方がいいって方も当然いますんで、うん、
であと多分通常時からちゃんとなんか楽しめるじゃないですか、うん、演出がねじゃないですか 3D も来るし、ね、演出がさすがそうエアーも来るししっかりしてるまた 音出せばいいじゃない体感中で やります やりますじゃあ私でもろくな反応できないですよでももうちょっともうちょっと大きくバカみたいになるもうちょっと大きく、うんこの時も音すごいの。ああ、いいな今の。ああ。え、もう次当たりってこと？ああ。いやあまたおめでとう全回転ねおめでとうあすごいみんな出るじゃんあいるいや面白いマジですいませんはい連チャン中も申し訳ないんですが、はい、もうちょっとやめてもらっていいですかねおい面白い、はい、面白いは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 い、はい、分かってますよまだ私続いてるんですよいや分かってますいやもう時間なんであ時間なんですか、はい、時間ない、はい、ですか、はい平和さん怒ってるんで。やだ怒らせたくない。激怒しますから。すいません。はい、じゃあ終わります。やめますか。でもお疲れ様でした。いやお疲れ様です。失礼します。え待って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 。いやいやいや大事なところを忘れてません。何変えろうとしてるんですか。やりたくないのは分かる分かるよ分かるけど勝負に負けたんだったら。うんやりますよ。だいぶ聞き分けがいい。ね結果的に何連チャンですか。ウィンちゃん分かんない途中でね、はい、切り上げたんでそうなんですよ永遠に続いちゃうから 6か7ぐらいしてましたよねそうです結構7ぐらいかな続いてましたね続いてましたよね、はい、表記で1万2000発ぐらいですそうですね1万2500発は、ねえっと、表示では見ましたすごいね、はい、じゃあ失礼しますいやちょっと待ってください待ってください大事なやつやってないってだからもうから始まってねえで終わるやつもう他のやつ出てこないですね。なんかモノマネです。ね、パッと言われて出てこないですから、はい、なかなかモーで始まってね。モノマネですね。じゃあ、タマちゃんいいですか、じゃあ。まあ、出たけどよ、出たけど。まあね、確かに声もわかんない。わかります声。声、いや、声っていうかもう表情で。あ、表情。あ、じゃあまあ、確かに平和さんなんでね。それはありかもしれないですね。うんいやあちょっと滑ったんでちょっと待ってもう一回やりますよそうですよちょっともう一回ワンチャンもうワンチャンじゃあ、はい、ルパンルパンいきますルパンルパンいきますよふうじこちゃん今すぐに逮捕されると思うそのルパンすぐ捕まるめちゃめちゃエロそうやったただのエロやつだったいやいやまあでも面白かったいいんじゃないですかいいですかすいませんもうこれで勘弁してもらえますかだいぶ恥ずかしかったと今日は本当ありがとうございましたいやありがとうございましたまたあの最後にですね、はい、ちょっとこの動画の趣旨といいますか、うんはい、はい、ちょっとカンペ思いっきり見ながらね言わせてもらいますけど最初から持ってればよかったのにじゃあキコーナグループではですね、コロナ共闘プロジェクトとして各店舗の協賛店舗を応援する取り組みを行ってますで現在、店舗のツイッターなどで協賛店舗の紹介などをさせていただいてますこの動画の収益は、協賛店舗での食事やサービスなどで使用させていただきましてコロナ対策の一環としまして協賛店舗の皆様に少しでも貢献できればと思ってますので、うん、ぜひ再生回数、はい、本当に視聴してくださって多くの方々にご覧になっていただければなと、はい、我々もね
頑張った甲斐があるかなと思います。頑張った甲斐があるかなと思うし、あと100万回生ぐらい、100万回ぐらい、100万回再生はすごいと思います、うん、そこまでいけない。これはすごいですか。それでも目指したいですよね。それその気持ちはね、うん、ね、ルパンだけに。また次回もお願いします。いや本当に今日楽しかったんで、ね、ぜひぜひ、プリンちゃんもね、はいはいはい、パイ、はい、パイ、パイって言った。いや言ってないです。あ、言ってなかった、ごめんなさいごめんなさい。無理やりエロキャラするのやめてもらえます。耳が悪かったですけど、私パイって決めた。あのエロメガネと違うんで。あ、そっか、私は、ね、エロマスクですか、ね、はい、エロマスクです。じゃあまた次回も皆さんお会いしましょう。はい、ぜひぜひ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。